7月16日のケリ姫スイーツ。昨日は朝まで焼肉屋にいたので更新できませんでした。させん。ということで、まずはおさらいから。1111万のイベントですけども、あ、もうすぐでメンテ入っちゃう、とりあえずインだけしとこうって言ったメンテ前にギリギリ入った1回で、まあ休憩中に後でやったら、その最後の1回でこの暗黒戦隊マントが落ちるという。でもって、うん、今ね、いろいろ 60% 引きやってんね。覚醒武器とかは入ってないけども。でもって、それよりちょっと前ですけども、素材が全部集まったので、おしゃれグッズのこちらですね、我ら暗黒戦隊、これもギリギリ作れましたと。ゲット。宝石箱ドロップのプラス値がついてる。いいっすね。今装備してるやつほど上がってくれるかな。今プラス18とかだっけかな。ビビたるもんだけども、入れておいて損はないと。で、ゲリラがアリーの、これがね、ラスト1回なんで、ちょっとやりましょうか。まあ適当に。で、今回は何だろう、大きく変わってるってわけではないけども、あ、なんかね、不思議なステージがあったのよ。まあ、すぐこれは終わると思うんで、終わらせて次行きましょう。ランク250だけども、どれくらいの強さになってるのかな？あ、当たらない。もうちょっと奥に行ってから撃てばよかったかな？まあ、おまけステージなんで、宝船みたいにね。ここはクリアするだけと。なんかアイテムゲットってあんのかな、ここは。特にドロップは今なかったけども。で、これですね、3時間に1回挑戦可能な、お、達成報酬が1000万コイン。お、ありがとうございます。で、さっき書いてあったね、この時期にハロウィンパーティーっていうね、なかなか何なんだっていう。でね、ここ達成報酬がいろいろあるんで、すでに何回かは入ってるんですけども、とりあえずやっていきましょう。ただ、あの3時間に1回だから、例えば0時から3時の間に1回だけ入れて、次は3時から6時の間みたいな感じでさ。そういうのかと思ったら、なんかさ、連続で入れたんですよ。朝といっても、なんだろう、もう日は、まあ簡単に言えば、このイベントが始まって、だいぶ経った後にちょっと入ってみたんですよ。そしたら1回だけか、この時間帯1回だけかなと思ったら、あれ、また入れるっていうね、何回も入れたりしたんで、その何回まで入れるかっていうのは検証してないんですけども、もしかしたらその3時間に1回っていうのがストックされてるのかなって思ってるんだけど、まあ一旦ここクリアしてどうなってるか見てみましょうか。それかこれじゃないか、これはハロウィンパーティーのイベントじゃなくて、なんか2個あんのかな、もう1つハロウィンなんちゃらっていうのがあって、そっちが3時間に1回なのか。で、こっちは先ほどあったように、すでにもうテクニカルの最後まで、テクニカルの5、カッコ10までクリアしてあると。で、ここでもね、新しいアイテムが、新しいアイテムというか、今までゲットしたドレスとかそういうハロウィングッズなんですけども、それを改めてゲットすることにより、今回はなかったですけども、達成報酬、達成済みとか見ようか。こういうイヤリングとか、お姫様コスとか、こういうのを手に入れると、達成報酬があるんで。未達成。ハロウィンアイテム収集、これは多分全部だろう。うん。あとは、コウモリキーホルダー、ハロウィン服、ハロウィンパーティー服。こちらをゲットすればいいと。で、ハロウィンパーティーって名前ついてるけども、これじゃあないのかな、といったあたりで、見づらいこの攻略情報ページ見ましょう。イベントスロット、サマーナイトゴシック、あ、ゴシック系好きだけども、でも回さないな。お、メンバースペシャル、覚醒編、へぇ。まあ今、チケットないけどな。ゲリラボスが1日3回出現、あ、増えたんだ。ちょっと見てみよう。そういえばなんかまた、あれ？出るの早くねって思ったけども、そうかそうか、1日に最大3回。ん？だよね、あの、ゲリラボスって。7月、15日からのやつで何が書いてあるかな。15日金曜日、これは最終日までのやつで終わりまして、終了しました。終了したやつ、あの、書かなくていいですよ。
なんか一文で終了しましただけ書いてくれればいい気がする。やっぱこれから15日更新でゲリラボスの出現回収、回収？回収でいいやがアップしてると、もうちょい見ますね。スッと下に下がりまして、思い出のイベントで遊び尽くそう、秋を思い出せ、何これなんか無理やりイベントないから無理やりくっつけたのか、他にあるでしょ別に、わざわざこんななぜハロウィンってなっちゃうけど、うん、あれかな、コラボ系とかやりすぎたから、ケリ姫のイベントとかでまたやりましょうってことかな。で、使用人のマフィンっていうのも手に入ったりと、ステージの出現時間、ん？いっぱい出てんな。あ、こういうことなのか。ん？いや違うぞ。出現時間、いや、ちょっと待て、待て待て。そうかそうか、やっぱり違うのかな。このハロウィンパーティー、これが何回も入れるので、ナイトメアハロウィン、これが3時間ごとに出るってこういうことか。なるほど。じゃあ今ね、16時ぐらいなんですけども、なんで入れたのかなと思ったら、やっぱりもう一つの、二つあって片方と。そういうことね。わかりづれんだよ。そうだよ。これだけ毎日やって俺でもね、わかりづらいっていう。お、ハロウィンな素材が通常エリアのノーマルとテクニカルで。なるほど。そこを集めてハロウィンパーティー、ナイトメアハロウィンで手に入る作成本でアイテムを作成しましょうと。前もやったような気がするな。まあ思い出のあれですからね。なんだろうな、そのもう多分26回ぐらい言ってると思うんですけど、なぜこんなに更新情報が分かりづらいんだろうっていう。普通のなんかこういうソシャゲ、スマホゲーとかって上の方に、なんだろう、イベント今何やってるよみたいなのがスライドでなんかパッパして分かりづれ、そうイベント情報が分かりやすいと思うんだけど、なんでこんな分かりづらいんだろうな。まあ達成報酬とかが出てれば、うん、何かあるんだろうなってのはうっすらわかるけども。で、今メンバーの強化費が 60% オフやってるんで、いきましょうか。アイテムの強化費、このね、対象となるってついてるあたりがさ世の中の広告みたいで嫌だよね。なんか全ての全品何パーセントオフで、かっこ一部商品を除くとか、何々品は除外しますとかさ、ちっちゃく書いてあるやつなで、覚醒色の武器を除くと、1から6アイテムがと。でもって、覚醒色を除くスキルの、スキルぐらい別にいいじゃないか。まぁ、ちょっとね、メンバー強化久々にやりましょうか。近頃全然やってませんでしたからね。バンとかどれくらい上げられるんだ？俺のレベルが、とりあえず最大レベルまで上げちゃいましょう。お、10上がる。そもそもの音がやっぱでかいよな。メリオダス全然使ってないから上げる必要もないかもだけども、リスの剣、プラス5まで上げたら15万うんぬんから16万ちょいまでいったね、等級がこれ7つの大罪はあの等級っていう戦闘力みたいな数値出さないでほしかったな。セーバーちょっと上げてみる。金いくらぐらいかかるかな。なんかね、数値ってものが出ると途端に、なんだろう、基準、そう、数字ってものはね、分かりやすすぎる基準だから、それが出ることによってね、弊害も大きいと思うんだよな。トリコなんてそうだしさ、もうある程度の数字を出しちゃったら、そっから上げるしかなくなっちゃな、なえと上げるしかね、できなくなっちゃうから、デヒモスたまに使うから上げとくか。結局インフレさせざるを得ないっていうね。結構かかんな。これうっかり最大レベルとかポン上げたら、待てよ、うん、7億、俺の手持ちが、うわー、かなり絞られんな。でも今回は武器とかね、ドレスとかは 80% オフの時やったから、まあメンバー上げしとくか。ちょっと一気に最大レベル上げるのはきついから、あ、いや、やっちゃえ
考えるより先に手が出た。ジャッジメントも上げとくか。あとたまに使うとしたら馬スクとかだけど、スパイクはどこにでもいるんだな。やっぱどうしようかな。まあこれはやめとこうちょっともう金がきついってなあたりで、そうだ、さっき数字の話だけども、ドラゴンボールは途中からさ、戦闘力のことを無視したっていうかさ、言わなくしたじゃん。あれが良かったんだよ。あのままやったらね、もうとんでもないことになってただろうから、まあ、魔人ブー編であのキリとかいう数値が出たけども、あれも一瞬でさ、なんだろう、スルーされたからそんなに気にすることもなくっていうね、数人のしか出てないし、だからね、あの投球っていう言い方はやめてほしいな。うんまあ、あの成長度合いが分かりやすいってのはいいんだけども、俺はあんまり好きじゃないなといったあたりで、ゴリラボスあたり入っておきますか。今時間は10分ちょいか、まあ、この辺は繰り返しというか前も見たし、やっつけるときあたりを収録すればいいかなといったあたりで、これぐらいにしておきます。今日は謎の統治法でした。ということで、また明日。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。Thank you.